なんか1000、2000ですか。そうですね。どうですかこれ1000、2000、まあ、もう1000、2000これリーチして積もれば大体1000、2000ですからねこの手は、まあね、はい、まあ、だから王位はここ上がりに来るってことですよね。あ、でもトン泣いてない。ミセスさんトン泣いてないです。ほう、一回上がれば結構大きいですけど。結構大きいですよね、強卓取れるんで。ただ強卓一本消すだけは大きくないってことかな。なるほど、7本棒は通じちゃうもんね、一回上がってもね。で脇に打っちゃうっていうのもありますからね。うわ、結構緊張感高まりますね。で、怪人の争いが7800、はい、28兆落ちてるんだから52で上がりですね。やっぱりこっちも茅森は5200の出上がりから。ただ太田さんが親じゃないので1000、2000はダメって感じですかね。1000、2000だと5000、1300、2600ぐらいからじゃないですか。7800差っすよね。1000、2000は5000縮まるので大丈夫ですね。1000、2000 OK、はい、1000、2000 OK、じゃあもう萩原さんと茅丸さんが同じ条件みたいな感じ。そうですね、5-2で上がりと1000、2000、ドラウッズもありますよね、はい、これ、まあ、厳密に、うん、細かく言えば萩原さん800、1600なんでしょうけど、800、1600ちなみに OK です。800、1600の手にはなんないもんね。いや、しかし大井さんのトン鳴かずすごいな、この弾力ね。本当ですね。でも大井さんってやれるもんならやってみろっていう風なあの構えにして結構そのままトップ逃げ切るんですよね。で要は多分これって今下だ、あの茅森と今年だって別に上がりに来るでしょって、で前に来た時に彼らが上がってくれるかもしれないし、自分に安牌なくなっても困るしとかっていう、結構ねあのゲームを見てらる力があるんですよこの人。だここで萩原が1000、2000積もる、5に上がるっていうことはそんなに簡単じゃないでしょって思ってるはずなんですよね。これ次のトーンどうしますかね、はい、そんなこと受け入れられるもんですかね。あの僕ねそれね見たことあるんですよね、この人が。しかも1回とかじゃないですね。で逃げ切るっていうのをね何度も見てますよ。今は萩原がドラ捨ててますからね、すでにもう。なんかやっぱり他の選手と見えてる世界が違う、ね、違うような気がしますね、はい。麻雀の捉え方がね少しね角度の入り方が違いますよこの人は。でもこうなったハットンはどうですか、今度両面両面で上がりまであるかもしれない。あ、萩原700、1300足りる、4000点のリーチ棒1本で5000点プラス24、6本馬だから46の24、34、7400差、7400ひっくり返ります。あ、6800差ですね。6800点差、ごめんなさい、6800点差、7400点逆転できますので失礼いたしました、少し計算間違いがありました。まあ、ただ赤1枚あるんでこの曲に関してはね、何らかで積もれば大体全部クリアですね。大変失礼いたしました、はい。萩原と、大井の差は6800点ということで、供託リーチ棒込みで700、1300のその曲がりで逆転です。さあ太志が来た、このチームすごいね。これすごいね、このチームすごいですね。あのこの曲がまだね、はい、大井さんと萩原さんの点数逆なら分かるんですよ。ええ、大井さんが連チャンしに来るよねって曲ならわかるんですが、はい、流曲したらほぼあの脳天宣言しますよねっていう曲ですから、そこで攻めてるわけですもんね。大井さんが上がらない限りこの1曲で終わりですからね。そしてふとし地位して切ったトンを大井泣きませんでした。本当だ、2枚目のトンを泣き、だからこれ預けたんですよ、流曲に行くぞと、流曲で俺は勝つんだというね、この人これできるんすよね。いやもうやっぱ意味がないね、ほとんど、ね、もう今からどう降りるかでしょうね、役割転廃する可能性がないもんね、トンがないと、はい、どう降りるか、あとはどう太し茅森を上がらせるか。あ、これドラ短期いらなくなったね、赤ウピン引いて、これウスーマンローマン潰れれば頭になればウッパーピンでピンフィーペーコー、はい、なんでドラ切りも普通になりましたね。
ドラ2枚切れ、ドラ切りか。結構千二千でいいからね。あ、そっかそっかそっか。なんならウーマン引いても OK だもんね。あ、そうですね。うわドラ短期狙ってますか。これは闇剣を狙ってるってことですか。ウッパーピン引いたドラ短期か、うん、え、そういうことだよね、多分。あ、いい3点になりましたよ。これリーズもで、うん、リーズも OK なので、どういう形でも。カンウピン払うもあるし、急走打つもある。ただ急走1枚切れてるんでね、急走になりそうですけど。ただイーシャンテン広いのはローピン、ローピンですね。パーソー引いても電波ですからね。最後は値上がりまで考慮してローピンもあるかもしれない。間違えられない選択。萩原正人、ここは時間を使います。これはなんか正解引いてみてくださいって感じのお形ですね。もうどっちが来るか分かんない ね、 本当ね。ローピン行きましたね。天敗、これはリーチはないってことだもんね。そう見えますね。飛んなかなかったんで。でもこの、まあないでしょうね。これでだって 5-2 とか打っちゃまずいっすもんね。 5-2 は打てるのか。 5-2 は 6-2、 5-2 打てない、打てないか、打てないですよね。リーチも出すってことですからね。あ、これだと上がれば決まり手になるでしょっていう方でしたか。これ初打ちます。これ初、はい、3万4万現物だ。うわ、どうなんだろう。これ本当にすごい戦いになったな。これすごい戦いですね。これなんか最終的にチーソーどちらに来るかみたいな勝負になる、なるかもしれません。さあチーソー、さあ4000、4000、振り切った。いや、この手順はすごいね。これが多い。これすごいっすね。